はい、こんにちは、いちごタルトです。今日はドクオタ女子アッキーチャンネルさんが行われていた100均グッズを使って焚き火台を作ってみようというものに挑戦したいと思います。じゃあまず今日使う100均グッズを紹介していきます。まずポール、長い47センチのクロームメッキでできたポール4本使います。あとトング、着火剤がやらない炭です。アルミでできたワイヤー、これはアッキーチャンネルさんとはちょっと違うんですけど、今回はワイヤーを使います。あと食べるのに必要なお箸そして今日はパスタを作っていきますので、パスタを用意しました。あとマッチと焼き網、ステンレスボール、ステンレスのザル、アルミ、深型鍋です。これに入れて調理していきます。そしてこれは飾りなんですけど、かわいいパンダの箸置きです。手袋と、あとトレイを使って今日は焚き火台を使っ、あ、とこちら養老の美味しいお水を使っていきます。これは100均じゃないんですけど、100円よりも安いお値段でゲットできます。ということで以上のこれたちを使って焚き火台を作っていきたいと思います。じゃあ早速やっていきます。まず土台を置いて、このポールなんですけどここが溶けちゃうみたいなので、これを取っていきます。簡単にポンと取れます。で、足を下にしてかな、これ、あ、取れました。そしたらこれをパカッと開きます。きつすぎたかな下にしたらいいのかな。とりあえずこれでボールを乗せてみたいと思います。まずこの上に、どうだ怖いけど、どうなんだろう、なんかギリギリだけどいいかな。こんな感じでいきます。ザルを入れます。で、この中に炭を置いていきます。入れます。でかい、でかいな割れるんかな。あ、え、柔らかかった、意外と。裂けます。お、細かくして、すごいね、なんかこれが炭みたいな、ウェハースみたい、美味しそう。じゃあこんな感じで入れたら火をつけていきます。どうかな、お、なんかついた感じする、見える、お、だいぶきました、燃えてる、すごい早っ、めっちゃ早い。網を引きます。で、この上に鍋を乗せて水を入れてパスタを入れたいと思います。うまいな、置きます。が沸いてきたらパスタを入れましょう。時間かかりそう。でもちょっとずつじわじわブツブツ水滴が、気泡が出てきてます。なんか音が怖いんだけど、鍋が持つのかな、大丈夫なのかな、怖い。パスタを入れます。大好きなパスタ、これもダイソーじゃない、これも100均のだから美味しいか分からんけど、どれぐらいなんだろう、一束分が。今日朝ごはんもお昼ごはんも食べてないから多いかな、いっぱい食べたいな、どれかな。できます。
鍋も浅いし早く時短で済ませたいので半分に折って入れます。めっちゃ散らかしちゃった。揺れてる、安定がちょっと怖いな。傾いてるかも。あ、分数を測らなかった。9分から10分。9分でセットしました。茹で上がったと思います。今日はこの芳醇チーズクリームをかけていきます。これはちょっと100均じゃないですけどタルトが一番好きなおすすめのパスタソースなんで、これをねかけて食べます。この前にお皿にあげます。おっ、すごいちゃんと茹で上がってる気がする。よし、ちょっとお皿大きすぎた気がするけど、まあいいか。お皿が大きいからな。かき混ぜるのが下手くそ。よし、ちょっとバッチリ、なんかおしゃれにならんけど、できました。チーズクリームパスタです。よし、じゃあではいただきます。ちょっと硬いです。もうちょっと茹でなあかんかったかも。弾力はあるけど、まだ早かった。これいつも好きでよく食べるんですけど、外で食べたの初めてだから、新鮮、めっちゃ清々しくて美味しいから最高です。ごちそうさまでした。ということで今回は100均グッズで焚き火台を作っていったんですが、結構ご飯も食べれたしバッチリだと思います。考えた人本当すごい、はい、ということで皆さんもぜひよかったら100均グッズで焚き火台作ってみてください。そしてもしよかったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントもお待ちしています。よろしくお願いします。以上、いちごタルトでした。最後まで見てくれてありがとう。